どうも、ヒュンヒュンチャンネルのヒュンヒュンです。最近階段を作ると強いと言ったのに作らずに死んでしまいました。どんな状況でも常に意識しましょう。今回は階段を作るときに壊されにくい方法と、もし敵を倒したときにやるべきことを説明していきます。では始めていきましょう。ということで、前回階段を作ればいいよと言いましたね。実際そうなんですよ。階段作れば敵から見たら少し時間かかって自分は撃てると、そういった状況になるんですけど、やっぱりこの階段1枚だと、これ140なんですよ、体力が。これだけだと、そうですね、これが25ダメージで、だいたい障害物のダメージが、25ですね。なので、5発かな。6発か。6発かかるんですね、壊すに。でもやっぱり6発しか耐えないんですね、言ってしまえば。なので、じゃあどうするかと。しかもこれ、作った瞬間って80で今見えましたね、84かな、少し弱いんですね。なので4発で壊れちゃうんですよ。だからその完成して6発っていう感じなので、この完成するまでいかに持たせるかっていう作り方ですね。今回は階段を作ったらこう前に壁を張れるんですね。だいたいこの壁こうしてあげると前に盾ができて、この階段が壊されにくくなります。上でも同様にこうやって、こうすると階段壊す方がいいんじゃないかって話なんですけど、実際大体こうやって階段を作るときって敵に近づいていくときにやることなんですね。なので大体こんぐらい離れてます。だから打って壊れたら階段ってなるんで、大体10発ぐらいかかるんですね。だから2秒か1秒は持ちます。その2秒か1秒で詰められるんですね、敵に。実際は本当はね、この階段を作れるようになってから、この階段を階段じゃねえわ、この壁を張れるようになるっていう感じですかね。階段壁、こんな感じですね。今ではこのように階段壁こうやって挟んであげるだけで下も壊されにくくなります。実際ここら辺でいたら壊れるんですけど、そしたら上から倒せばいいんですね。次に敵を倒したらどうするか、やるべきことを説明するって言ったんですけど、倒したらまず周りを確認しましょう。銃声ってすごい届くんですよ、遠くまで音がね。でこいつがね敵だとしたら、こう倒したら周りがいないか確認、いたーって思ったら壁張ってアイテム収集して戦うとか、アイテム収集せずに近かったらアイテム収集せずに戦うといった感じですね。これを意識するだけで敵と戦った後でも生存率が上がります。ということでね、前回と同様戦闘していきたいと思います。ではどうぞ。はい、ということで今回は階段と壁、先ほど見せた方法を使って戦っていきたいと思います。実際この人もここ降りるかな、やめとこうか、離れていきましょう。そこに宝箱ありますもんね。あそこに人回収とシールドポーションと、階段は、そうですね、敵に
近づくときに、あ、これ聞きちゃうわ。敵に近づくときに使うっていうイメージを持ったらいいんじゃないでしょうか。じゃあ多分分かりやすいかもですね。実際フォートナイトは、なんだろう、詰めすぎてもよろしくないんですけど、まあ、ある程度敵に近づいた方がもう気持ち的にも楽ですし、耐えるっていうの結構大変なんですよね。やっぱあの弾が多いんで、V 字より完全に4000発ぐらい持てますし、こう壁張ってこう戦う、こう壁張って避ける、壁張って戦う、まあ、こんな感じですね。でグレネードが飛んできたので、まあ、もう一人いると、まあ、とりあえずこう暇な時に木材を収集、木材を収集と、どこにいるのかなーって探すんですね。ということで、ね、見つけるまでちょっとカット、ね、と奥にいましたね、あそこですね。ということでね、まだバレてないようなので少しずつ接近していきましょう。でやっぱ上が強いんで、こういうとこでも取っときます、このように。でそれでバーンバーン外しましたね、このようにね。ということでね、やっぱり分かりましたかね、階段が生き残るんですね、壁を張るだけで。いかがでしたでしょうか。今回紹介したのは、階段を作ったらその前に壁を張るという、階段を強化する話でしたね、言ってしまえば。あとは倒したら周りを見るっていうのが自由だと。今回の動画はあんま見てなかった気がするんですけど、実際は見た方がいいよという話ですね。今回はこの辺りで終わりたいと思います。もしよろしければチャンネル登録の方をお願いします。明日も更新する予定なので、ぜひ見てください。じゃあまたね。